トリュフォー様は。街を探さないと干からびてしまうぞ。Hey, come on!
当に干からびてしまう。見て、向こうに何かあるよ。行ってみましょう。そうでした。じゃあ助けてやるからしっかり働いてもらおう。お前は機関室に、ジビは調理場、女には肩でも揉んでもらおうかな。ほらさっさと持ち場につけい。しっかり働けよ。おや、あなたも砂漠で拾われた口ですが、私らどうなっちゃうんでしょう。船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエル中佐が仕切ってるよ。提督は孫の言いなりさ。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。おーらららルービオー、俺の名はセルゲイ、世界の海を股にかけた大海賊様よ。今じゃ世界中の海が荒れ狂い始めて商売上がったりってわけさ。仕方ねえからこの船に潜り込んで船乗り気分だけでも忘れねえようにしようと思ってな。まあいつかは海に戻れる時も来るだろうよ。それまでの辛抱だ。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から火の神殿を守っているのだ。しっかり働けよ。しっかり働けよ。ここから逃げたい。階段のところの兵士に話しかけろ。おら、落ち場に戻れ。うわぁ、大変だ。火事だ。何、邪魔だ。な
くんな。しっかりやれよ。ならぬぞ。あ、おじいちゃん。だってこいつ名前言ったんだ。これはかわいそう。これ女、出て行きなさい。でーだ。ほら、みんな。君ら、ひどいんだから。な、貴様ら、脱走したら大変だよ、おじいちゃん。そうか。脱走じゃ、ひとらえ。お前それでも騎士か。総員戦闘を入り。やなこった。逃げろ逃げろ。モリエルには付き合いきれないよ。くそ。報復しろ。
復しろ。そう。おや、こんなところで諸君に会えるとは思わなかった。タナトスの報告にあった3人組とはお前らのことだったのか。よし、私が直に勝負してやろう。行くぞ行くぞ。皆さんがいなかったらどうなっていたか、まことにお恥ずかしい。何、デマの知り合いか。いや、お主が噂の聖剣の孫を甘やかしすぎたようです。許してくだされ。忘れかけていた騎士の心を皆さんに見た気がしました。ありがとう。ここから北に行けば、オアシスのカッカラ王国がある。火の神殿はその西の方だ。我々はここで本国からの救援を待つことにする。君らはもう一回ここから北に行けばオアシスのカッカラ王国がある。火の神殿はその西の方だよ。ここは砂漠のオアシスの街。いらっしゃいませ。またお越しください。いらっしゃいませ。ご用件は？他にご用、またお越しください。
参ったね。待ってたよ。オアシスの水が干上がってしまった。火の神殿の守り神、しかも神殿からは種子も失われ、まん丸ドロップ、しっけえな。わしゃこう見えてもこの国の国王。しかし間違えられても仕方ないかん。おわジェマとかいう旅人が西の神殿からマナの種子がなくなったからだとか申しておったが、みんなどんどんこの国を離れていくの。合理の国に引っ越そうかしら。なんでもここと同じくらいあったかいあるって話よ。住んでたサラームちゃんがいなくなっちゃったよ。一泊50ルクですが。あのおっちゃん、ほらヒゲで高そうな鎧着てるさ。もしかしてジェマさんのこと？ああそれそれ、そのジェマって人なんだけど。よくわかったね。あのおっちゃんって本当に強いの？え？いやほらなんか油断して正気失ったりしちゃうしさ。油断は誰にでもあることじゃないか。オイラたちに指示だけ出して、おっちゃんは何してるかいまいちわかんないし。そりゃいろいろだよ、いろいろ。僕たちにはわからないこととか。うん、そうかい。何もしてねえ気がするんだけどな。そんなことはないよ。ないと思うよ。それくらいにしといてあげて。悩んじゃってるわ。それにジェマさんはすごい騎士よ。本当かな。なんか腑に落ちないけど。ジェマは僕のことを助けてくれたし、うん、強い騎士なんだよ。うん、多分。あらら、やっぱ疑心暗鬼になっちゃった。
し。
一泊50ルクですが。マナの種子のこと、僕はちょっと前まで全然知らなかったけれど、この世界にとって大切なマナの種子、それを使って悪いことをしようとしてる奴らが、たまたま聖剣を抜いちゃっただけの僕でも、なんとなくマナの種子の大切さはわかるのに。そうね、成り行きだけれど私も見逃せないわ。それにディラックだったら絶対にマナの種子を守らなきゃって言うと思うわ。世界のためとかはまだよくわかんないけど、目の前の悪いことは見逃しちゃダメだよね。もうなんだか頼もしくなった気がするわね。そうかな。ちょっぴりね。出会った時は情けなかったもんね。それは言わないでくれよ。けど私もディラックとパメラを助けないと。マナの種子を盗んだりするのは食べるためじゃなかったのか。まだ食べ物扱いしてたの？